学校創立当時の校舎横浜総、学館高等学校は神奈川県横浜市金沢区にある私立の高等学校。旧校名は横浜商工高校等学校。2003年4月に現校名に変更になった。はじめは創造のはじめで、はじめ学館は新しい教育を新しい学校を作ろうとする意味合いであるとともに、 これまでの商業、工業の実学を施行してきた見学の精神を継承するものである。産業教育を目的として商業に関する学科と工業に関する学科の計算学科を用した商工高,高等学校として開校したが近年の普通科志向に伴いたびたび改編が行われ現在では普通科のみの募集となっている。ただし商業科 情報経済科の内容の一部は、現在の総合進学文系コースに、工業科学科、科学技術科の内容の一部は、総合進学理系コースの中で、特化型カリキュラムとしてそれぞれ学習することとなっている。三学期制、週休二日制、五十分授業で六次元まで、学習習慣の定着を促すレベルから、難関大学受験対応まで、それぞれのコースに見合った、 授業展開を行っている。特別進学は予備校と連携した授業を展開。分離選抜は大学進路講座や大学見学会などで進学意識を向上させる施策をとっている。総合進学は資格取得を目指し、英語検定をはじめ、簿記検定、情報処理検定、危険物取扱者試験など特殊な検定にも積極的に取り組んでいる。 比較的盛んで運動部、文化部、愛好会合わせて以下のクラブ活動がある。部活動は男子ハンドボール部が競合である。1995年と1998年には春の選抜大会、高校総体、国民体育大会の3観を達成した。1997年に創部した空手道部は2001年より全国選抜大会を始め、 高校総体や関東大会出場上連行となっている。プロ野球選手も輩出している、神奈川県内屈指の実力校として知られているが、まだ甲子園出場経験はない。横浜市金沢区出身のシンガーソングライターである、小田和正が作詞、作曲を担当した愛称家、遥かな思いを効果としている。2003年4月19日に本人が学校に訪問し、 歌唱指導、を録音した。この模様は、富士テレビの報道番組、スーパーニュースの芸能情報コーナーで紹介された。3番のクライマックスは、男女混成4部が主将であり、これまでの学校関係の歌の概念を覆すような、繊細さと華麗さが結晶している。鎌と下に総合グランド50音順、所属サキラは2019年2月現在。ありがとうございます。